石原香織のキャリーアップ。皆さんこんばんは、石原香織です。この番組は私石原香織がラジオパーソナリティとしてスキルアップ、リスナーの皆さんと一緒に経験を積み重ねていくエクスペリエンスラジオです。いやね、先日ですね、むーちゃんのおやつが切れちゃったので、そう、家族でね、散歩、遠くにちょっと散歩しに行った後に、大きいなんかペットショップみたいなところ行ったんですよ。で、むーちゃんのおやつ見つけて、で、まあ、ちっちゃいほら、ワンちゃん、子猫とかさ、子犬ちゃんとかがいるから、むーちゃんと覗きに行ってて一緒に。でもむーちゃん、犬とかすごい苦手だし、人混みもすごい苦手だから、震えちゃうからさ、抱っこしながらね、ちょっとだけ見に行って、で、子猫ちゃんがすごい好きだからさ、見せたんだけど、全然知らんぷりしてて、そう。で、なんなのこの子みたいな感じで思ってて、で、まあ仕方ないから、かわいそうだからさっさとじゃあおもちゃも買って帰りましょうみたいな感じでね、むーちゃんの近くに、むーちゃんがどれ反応するかなと思っておもちゃ近づけて、豚ちゃんのやつとか見せてもさ、あんまり反応しないのよ。もうなんか多分環境的に無理で。それで、まあさっさと決めてね、こう袋入れて、帰って車に乗った瞬間、すんごいしおらしかったむーちゃんがいきなりその袋に顔突っ込み始めて、豚くれみたいな感じでそう、なんかもうお店の中では本当に見向きもしないというか全然興味ありませんみたいな感じだったんだけど、すごいね、あまりにも態度がすごい、こう、そうそうそう、知ってるところになった瞬間、あの隠して場所知ってっからなみたいな感じでいきなり覗き出したりとかするね、姿を見てね、この子はなんて子なんだってね、本当にね、飼い主しながらね、本当びっくりしましたよ。笑っちゃったし、動画撮りたかった、みんなに見せたかったしね、いろいろね。だからこの間そのお休みがあったんで出かけたんですけど、非常にね、いい週末でした。皆さんはね、週末何して過ごされたんですか？ぜひよかったら過ごした内容とかね、教えていただけると嬉しいなって思います。そして今週、てか明後日、いよいよ今流れてるスターキャストが発売になります。楽しみです。皆さんぜひね、待っててもらえたら、あと少しだけね、待ってもらえたら非常に嬉しいなっていう風に思います。ではでは早速始めていきましょう。エンディングまでキャリーアップ。石原香織のキャリーアップ。この番組はポニーキャニオンの提供でお送りします。改めましてこんばんは、石原香織です。まずは皆さんから届いたメールを読みます。こちらはアップドスさんからのメールです。ありがとうございます。キャリさんこんばんは。こんばんは。キャリーアップの放送200回突破記念イベント開催おめでとうございます。チケットは第1部、第2部とともに買いました。今回はひげひろで左右を演じられた一ノ瀬かなさん、そして鷲崎たけしさんもゲストに来られるということですよね。一ノ瀬さんはひげしゃべ等で面白いトークをされていましたし、キャリさんイベントにて名 MC をされる鷲崎さんもゲストとしてだとどうなるのかが予想できないので、どちらの部もすごく楽しみです。前回のクリスマスイベントではゲストの久保ゆりかさんと一緒にジングルベルやジェスチャーゲーム等をされたり、あつ森の新キャラ候補対決をされていましたよね。見ていてものすごく面白くて楽しかったです。今回のキャリーアップイベントで、あの二人がゲストだから挑戦したいと思うことはありますか？前回みたいに新たなキャリさん伝説ができることを期待しています。イベントグッズやキャシーさんシリーズの新キャラもあったらいいなと思っています。あ、確かにね、そうだね。いつもだいたいなんか新グッズ1個ぐらい出てるはずなんだけど、あ、まだね、そんな話題は上がっていなかったから、でも作るんじゃないかしら。ちょっと私には権限がないのでわからないのですが、なんか制作するってことになりましたね。一生懸命作らせていただきますので、出るっていう発表があった時は、あ、かおりちゃん、あの後すごい頑張ったんだなっていうふうに思っておられたら、そう、めっちゃ頑張りますからね、と思っていただけたらいいなっていうふうに思うけど、そうだね、かなちゃんもそうだし、鷲崎さんってか今回のさ、回さ、すごい、なんていうの、
まずさ、昼と夜でさ、色が違いすぎてさ、すごい楽しそうだよね。何をするのかはね、もうちょっと先にならないと私もわからないところはあるんですが、何したいかな。待って、も私多分かなちゃん、私がこんなんなんっていうのを知らないと思うの、本当の私の姿。アフレコの時ってね、だいたいさ、この間のあのなんだっけ、 A&G のオールスターの時もくまちゃんになんかあのよろしくねって言われて、でお姉ちゃんって呼んでくれてるんだけど、役柄の関係でね、上で私 MC さすごい苦手だからさ、ははみたいな感じにしたらさ、えだってめっちゃすっごいしっかりしてるじゃんってね、言われるの。だからね、私とアフレコ現場で会ってる人はね、こういうねイメージなんですよ、私のこと。だからね、かなちゃんはもしかしたらこっちのイメージない、ラジオ中の私のイメージないから、びっくりしなきゃいいなっていう風に。ゆうひろの番組はね、おきつさんと3人でやったりとか、あとは先生とか、あとみんなでちょっと集まってなんかイベントをやったことあるんだけど、結構ね真面目だったの、なんか作品について喋ったりとかしてるから。だから多分ね、もしかしたら知らないかもしんない。だからね、このうちのこのテンションの企画、かなちゃんがやるとしたら果たしてどうなのかっていうのがね、ちょっと気になるし、びっくりされないといいなって。本当楓ちゃんはさ、大丈夫なのよ、知ってるから、最初からこれだってのね、だからね、すごいそこら辺が楽しい。で、鷲崎さんにはそうだね、ぜひ本当はね、MC やってもらいたいよね、私はもうでもそう、キャリアアップでね、やっぱり前回来てもらったのがまだ始まって1年ぐらいだったと思うから、この番組に来てもらったのがちょっとでもね、あ、 MC できるようになったのねって思われるようなことがしたいですね。で、まあ、そうね、2人でなんか企画とか、ほら、いつも自分が企画やってて、鷲崎さんが MC だから、2人で何かするっていうのをね、ちょっとやりたい。ゲームみたいなね、ゲームコーナーみたいな、ぜひね、楽しみだなっていう風に思います。ではでは、じゃあ続きまして、ラジオネームライラックさんからです。ありがとうございます。かおりちゃん、こんばんは。こんばんは。先日友人とディズニーシーに行ってきました。20周年ということで、レストランで20周年スペシャルコースを食べたり、乗れていなかったソアリンに初めて乗ったりして、とても楽しかったです。ソアリンは景色が変わった時、その景色の匂いがしたのがすごいなと感動しました。かおりちゃんは以前ライブの後に USJ で遊んでいましたが、アトラクションに乗るのと園内で食事をするのと映え写真を撮るのと何が好きですか？また遊びに行った時には映えてるかおりちゃんの写真も見てみたいです。なるほど。ありがとうございます。いいなー。てか待って、チーって20周年だったの？今年。ちょっと待って、知らなかったよ。でもいつから20周年だったんだろう。ちょっとまだちょっと調べてみれば。でも、そうだね、私ディズニーシーはね、ソアリンが一番好きっていうことで察するとですよ、落ちるものじゃないじゃないですか、これ落ちかって、なんかあー楽しいみたいな、ふわふわってしてる感じ。もう年々ね、ジェットコースターがほんと乗れなくなっちゃって、それでだから乗り物タイプじゃないなって思いました、私は。もう最近は、で行くとね、行動を振り返ってみると、1個乗り物乗ったら2時間お茶して、1個なんか船とか乗ったら2時間お茶してみたいな感じで園内で過ごしてるから、まあ特別じゃん、やっぱあの雰囲気が。そこの中でいろんなカフェとかレストラン行くのが好きなんだなっていう風に思いました。で映え写真も言い訳になっちゃうけど、夏は暑くてディズニーちょっと行ったことがなくって、だいたいクリスマスの時行きたいから、12月とか、まあ、11月末ぐらいに行くんだけど、すごい寒いじゃん、海側だから。だからもうなんか映えてる服を着てないんですよ、もうなんかベンチコート着てるから私。ベンチコート着てる。そうノースフェイスのね、ベンチコート着て、なんかマフラーぐるぐる女だから、本当に可愛い場所で写真撮ってもやっぱ、ね、ベンチコートなんだよ、やっぱりそこは。だからね、映え写真な、可愛い格好さんもいいじゃない、だってさ、まあね、そうだね、もう写真を撮る目的で行くんだったら、あとはちょっとお母さんと大体行ってるんで、お母さんの写真の腕をちょっと上げさせないと映え写真がちょっと私も壊滅的なんですけど、写真、お母さんも私よりも悪いからちょっとね、そこら辺をちょっと特訓させて、まずアプリ使おうっていう風に言いますね、お母さんに。そしたら映え写真が撮れるかもしれないので、撮れた際にはちょっとインスタ
ツイッターの方にねちょっと載せさせていただこうかなっていう風に思います。はい、いいな、行きたい。ということで今回もたくさんメールありがとうございました。この番組では皆さんからのふつおたをお待ちしております。私に聞いてみたいことを話したいことを何でも送ってください。ではでは、ここで一曲。いよいよあさって11月24日、私のニューシングル、スターキャストが発売になります。いや、嬉しいですね。なんか、8月のサマーイベントでスターキャスト発売しますって発表してから、まだまだ、まだまだだなとか思っていましたけれども、あっという間にここまで来ました。その発表した時にはですね、レコーディングをし終わったぐらいのタイミングだったので、あ、こんな素敵な曲ができたから早く聴いてほしいって思っていたのが、すでに皆さんのところに届いているということで、非常に嬉しいなっていうふうに思います。たくさんの思いを込めて作りました。いろんな皆さんに自分事として歌詞を受け取ってもらえたら嬉しいです。この後、キャリスルでは、スターキャストの一番星を皆さんに教えちゃいますよ。お楽しみに。それでは聴いてください。今夜もミュージックビデオでお届けします。石原かおりでスターキャスト。窓を震わせる雫、街並みがまだらに溶けてく夜、ああ目が星になって降り注ぐ、がお届けしているキャリーアップ、スターキャストをお聞きいただいた後は、今夜だけの特別企画、題してスターキャスト発売直前、ここ見てここ聞いて一番星。あさって発売になる私のニューシングル、スターキャスト。今回はリリース前にミュージックビデオをフルで公開したり、ダンサーのなおちゃんとペアダンスに挑んだり、新しいことにたくさんチャレンジした一枚です。もちろん今回も自信作です。そんなスターキャストの発売に先駆けて、私自身が感じているスターキャストの一番星ポイントを皆さんにご紹介していきたいと思います。柳凪さんが手掛けてくれた歌詞の中には、雨が星になって降り注いだら、いや、きっと今夜は星の雨になる、など星がねフューチャーされた、情景が柳さんらしい繊細な表現で描かれています。星といったらね、やっぱり一番星、設けられたテーマごとにこれぞ一番という思うエピソードを、私の独断と偏見でお話ししていきます。ではでは早速やっていきましょう。スターキャスト発売直前、ここ見てここ聞いて一番星スタート。まず最初はですね、スターキャストの好きなフレーズ一番星。あー、なるほど。これね、本当にね、いいとこいっぱいなんですよ。だからね、でも一番星だからやっぱ一個ね、あえてね、全部はブーってなっちゃうから、あえてだよ。ちょっと、これ、フレーズっていうのかなってハテナでも思っちゃったんで、ちょっと笑っちゃったんですけど、書けました。はい、
じゃあ私がね皆さんに伝えたいスターキャストの好きなフレーズ一番星はこちらです。はい、2番の B2B 雨の音が言葉を打ち落としてくから、ずっと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 ね、ここずっと、この後はですね、そんな夜があるのなら傘を広げて持つよ、サビ、ずぶ濡れで空を見上げて逆さまに持った傘で落ちていく言葉をなみなみ受け止めるところのねフレーズ、フレーズえ、これフレーズ、これフレーズじゃない、え、嘘、一部抜粋、完全、ちょっとね、ごめんなさいね、これね、ストーリーが好きなんですよ、ここの一部はちょっとね、独断で偏見ですから、これはフレーズ、私がフレーズって言ったらフレーズってことで、ここはあのいろいろ好きなところあるんですけど、やっぱりこの歌詞ってただただ綺麗ごと綺麗なこと言ってるんじゃなくて、その雨の音がその相手に届けてる言葉を打ち落としていかれちゃってすごい悲しいんだけど、相手がずぶ濡れになりながらも傘をね逆さまに広げてその言葉を受け止めてくれるっていう、離れているけどちゃんと離れていってこう遮るものがあっても相手の言葉をちゃんと受け止めてくれるっていうね、優しさが見えるこのストーリーがね、私はねもう初めて歌詞をいただいた時にもうめちゃめちゃグッときました。ここが好きってなって、こう想像できるしね、やっぱり。でもやっぱこう感じ方っていろいろできるから、いろんな人によってあこういう風に捉えてるとかもできる感じのねフレーズだったりとかするんで、ここがねもうめちゃめちゃ好き、歌っててもすごい楽しかったし、でももう全部もちろん力いっぱい込めてね歌ってはいましたけど、ここはもうなんかめちゃこの雨の音のところはめっちゃ悲しく思いながらレコーディングに挑んでみたり、でもサビにウーに入ってはすごく相手方の気持ちになってポジティブに受け止めたりとかねする感じで、なんか演技をしてるように歌えたのがね非常にいいなっていう風に思います。皆さんはどこが好きなんでしょうか、教えてくださいね今度。ということで、改めて柳さん本当に素敵な歌詞を書いてくださりありがとうございました。ではでは続いてはスターキャストの MV 裏話一番星。今回の MV では大自然の中でダイナミックに踊るダンスを披露しました。陸と水と夜空のコントラストが幻想的、そんな MV 撮影にまつわる一番の裏話を選んでみます。そうですね、なんだろうな、裏話でしょということで書けました。私が皆さんに伝えたいスターキャストの MV 裏話一番星はこちらです。ドゥン、はい、川でこけそうになりながらも踏ん張って踊ったところですね。これはね、もしかしたらもうメイキング見た方とかはわかるかもしれないんですが、本当に川にね入りましたよ。で、岩がね、岩ってか石が結構まあこんぐらいの大きさのがゴロゴロあって、で、川もさ、川湖なんかなちょっとわかんないんだけど、こうなんかね、だんだんこう斜めになっていくんですよ、床がやっぱ深くなっていくから。そこのね、後ろね、あのスタッフさんがね、どんどん後ろへ行け後ろへ行けって言うから、岩がねめちゃくちゃねこう揺れるようになっちゃうんです、だんだん。だけどやっぱそれをね、あの理由にね、小さく踊るとなるとさ MV の質が下がっちゃうから、そんなまあこけてもまあちょっとびしょびしょになるぐらいかと思って、踏ん張りながら一生懸命踊りました。すごいね、だからすごい思ったよりも綺麗にちゃんと撮れましたし、まあ、私だけじゃなくてですね、これカメラチームもすごい大変だったんですよ。朝からもう足ずぶ濡れみんなで、だからそういう自分だけ今回上げてますけど、みんなでね力いっぱい合わせてね頑張ったところではありますので、そこら辺がねすごいチームワークができててよかったですし、いい絵になったかなっていう風に思います。ではでは、そして続いては、あ、まあね、いろいろ、あ、はいはい、ということで MV もねめちゃめちゃ素敵に出来上がっていますので、皆さんぜひ何回も見てもらえると非常に嬉しいなっていう風に思います。ではでは続いてラスト、スターキャストのチャレンジ一番星。チャレンジ、スターキャストのレコーディング、ダンス、ジャケット、 MV 撮影全部ひっくるめて一番挑戦したことをセレクトします。シングルを作るために試される私のスキル、今回も頑張りました。やっぱね、今回はね、
今回はねやっぱりということで書けました。私が皆さんに伝えたいスターキャストのチャレンジ一番星はこちらです。ででん、ジャズダンス、特に組技。はい、これはもうね皆さんどうでしたかね。2番フルで MV 出て、あらこんな感じなのって思った方もいらっしゃると思いますが、まずねジャズダンスに挑戦してみました。私はですねジャズダンスすんごいもう何ブランク空きすぎてもう二度と踊れないだろうぐらいに思っていたんですけども、やっぱり今回にぴったりなジャズダンスということで、体をねいっぱいこうしごきながら一生懸命練習させていただきました。よくね自分でも覚えられたなっていう風に思いましたよ。すごい感動しました。でジャズダンスの楽しさも今回の MV を通してね知ることができて本当に良かった。で特に好きなのが2番のなおちゃんと一緒にやる2人の組技、2人でこう1人じゃなくてこうなおちゃんと一緒に手つないでねこうやって踊ったりとか、そうなんですけど、そこがねやっぱりこうなおちゃんとは一緒にねライブ立つこともあるし MV 立つこともあるんだけど、2人でさこう手つないで何かするっていうのが初めてだったから、やっぱその息合わせたりとかするのもこうやっぱさお互いにさ遠慮しがちになっちゃうね、やっぱふふみたいな感じでだからこう力加減とかさやっぱちゃんと何お互いに同じ感じでかけないといけなかったりとかするから、そこら辺が難しかったりもしましたし、あとね手がね複雑なのよ。なんかこうなってさどっちから外すんだっけみたいなで考えてると、相手がそっちの手外さなきゃいけなかったりとかするから、相手の手をさずっとこうなり引っ張り続けちゃって相手が外れないみたいな感じになっちゃうから、すごいね2人で頭混乱させながら練習していたので、ここはねやっぱりね難しかった。でもやっぱりね難しいからこそ良さがあるし、こう一気にね MV の展開の一つとしてすごく重要なところだったので、ここはねやれてよかったなっていう風に思います。ちなみにこのチャレンジに対する自己採点は100点やってるぐらいね、すごいね気に入っています。皆さんぜひ私を褒めてくださいね。はい、ということでいかがだったでしょうか。スターキャストの一番星皆さんにも届きましたか。すごいね、いろいろいいところいっぱいあるので一番決めるのめちゃめちゃ大変だったんですけども、私は今回はメロディーもそうですし歌詞も MV もダンスもジャケ写も全部含めてすごく好きな、一枚になったなっていう風に思います。ぜひ皆さんたくさんいろんなタイミングで聞いていただいて、あ、今回はここが響くなみたいな感じでねいろいろ、感じてもらえたらすごく嬉しいなっていう風に思います。これからもぜひスターキャスト、たくさん愛してもらえると嬉しいです。改めて私のニューシングルスターキャストはあさって11月24日発売です。心を込めて完成させた一枚、ぜひお手に取って答え合わせをしてみてください。以上、スターキャスト発売直前、ここ見てここ聞いて一番星でした。石原香里のキャリーアップ。続いてはキャリーフォメーション、今週の情報はこちら。私のニューシングルスターキャストがいよいよあさって11月24日発売になります。もうね今日も散々たくさん皆さんにいろんなポイントをしましたが、本当にたくさん聞いていただけるといろんな表情が見えてきます。いっぱいいっぱい聞いてみてください。ミュージックビデオもフルサイズで公開中のほか、 YouTube にはいろいろな関連動画もアップされています。要チェックです。各音楽配信サイトではスターキャスト先行配信がスタートしています。カップリングのわざと触れたも今週から配信で聴けるようになりますので、こちらもぜひお楽しみに。12月にはリリース記念イベントを開催します。今回は2本立て、オンライン私会キャリーミーティングは私と1対1でお話しできるイベント、日程は12月12日、12月19日、12月26日です。オンライントークイベントキャリートーキングは皆さんから募集した質問やメッセージをお答えしたり、スターキャストについて皆さんと楽しくお話ししようと思っています。抽選で参加いただける生電話コーナーもありますよ。こちらは12月26日開催です。どちらもお申し込みは11月28日日曜日23時59分までとなっております。お忘れなくご応募ください。またライブの開催も決定しています。
石原香織ライブ2022スターキャストベガサポーテッドバイアニメロミックスは2022年3月12日土曜日、立川ステージガーデン。石原香織ライブ2022スターキャストアルタイルサポーテッドバイアニメロミックスは3月27日日曜日、神奈川県民ホールでの開催です。ベガとアルタイルで違うコンセプトのライブになりますよ。両日昼夜の合計4公演、シングルスターキャストにチケットの優先販売申し込み券が封入されていますので、ぜひご応募ください。続いてキャリーアップからのお知らせです。石原香織のキャリーアップ&アップ200回突破記念公開イベントを来年1月16日日曜日、東京サイエンスホールで開催します。昼の部夜の部2回公演です。オンラインでもご覧いただけますよ。お楽しみに。この先はイベントやライブが盛りだくさんです。詳しい情報はそれぞれの公式ホームページをチェックしてみてください。最後にファンクラブ情報です。石原香織のファンクラブ、ハンドインハンド、絶賛入会を受付中です。皆さんのご入会を心よりお待ちしております。詳しくは石原香織オフィシャルサイトのファンクラブへどうぞ。以上、キャリインフォメーションでした。夏が終わって、恋を迎える、お送りしてきました石原香織のキャリーアップ、エンディングのお時間です。はい、ということで今日はね、もうほんとあさってスターキャストが発売ということで、いろいろ特別企画の方をやってきました。皆さんどうですかね、スターキャスト良さとか伝わっていますかね。いろいろ話してみたりとかしましたし、先ほどもちょっといろいろなんだろう、どんな感じ、皆さんがね歌詞をね、好きなフレーズとかどこですかみたいなお話したんですけれども、今回の歌詞はね、どこをとってもやっぱりこう素敵というか、いろんなね人に刺さるフレーズがいっぱいなので、なんかやっぱり柳さんって素敵だなっていう風に思いましたし、本当にどこが皆さんの一番引っかかったポイントだったんだろうっていうのが、ね、すごく気になります。そして今後ろで流れているわざと触れたもですね、なんかもうフルで公開した気持ちになっていますけども、私は全然ね、まだワンコーラスってことで、この先ね2番3番どうなっていくのか、ぜひぜひ楽しみにしていてほしいです。めちゃめちゃ甘酸っぱくて可愛い曲です。それで、あの前も言ったそのセリフっぽくね歌ってみましたよみたいな話したところは、2番の方、2番だったかな、出てきたりとかしますので、そこら辺も注目して楽しみに待っていただけたら非常に嬉しいなっていう風に思います。ということで皆さん、スターキャストよろしくお願いします。ではでは、じゃあね、今日のステッカープレゼントの方発表します。こちらはラジオネームライラックさんです。あのディズニーシーの行ってきましたよってお話をねしてくださった方です。いいですね、ぜひ私もちょっと今年クリスマス絶対行こうと思ってるので、ライラックさんに負けないようにちょっと行ってきますはい、ということでステッカー届くの楽しみにしててください。この番組ではリスナーの皆さんからメールを募集しています。ふつおたキャリする宛てまでいつでもどうぞ。詳しいコーナー情報は石原香織オフィシャルサイトのラジオをチェックしてみてください。メールアドレスはキャリーアットマーク joqr.net です。ノベルティのステッカーをご希望される方は送り先の住所とお名前を忘れずに書いてくださいね。また YouTube の文化放送 A&G チャンネルではこの番組のアーカイブが配信されています。毎週水曜日のお昼12時更新です。何度でもアクセスして私に会いに来てくださいね。ではでは、石原香織のキャリーアップ、ここまでのお相手は石原香織でした。また来週もレッツキャリーアップ、バイバーイ。色づく恋、石原香織のキャリーアップ、この番組はポニーキャニオンの提供でお送りしました。